大阪府立城山高等学校は、かつて、大阪府と野郡と与野町余りのにあった、公立高等学校。普通科と園芸科を併設していた、高等学校である。大阪府立園芸高等学校東、のセブン校として1948年に設置され、1976年に、大阪府立105番目の高等学校として、独立開校した。公明の、 城山は与野城市の高台を意味する。大阪府の高校等配合計画に伴い、近隣校との機能統合を図るとして、2006年度に募集が停止された。募集停止まで京都府亀岡市別院地区からの生徒の受け入れを行っていた。最後の卒業生を出した2008年3月に閉校した。跡地は2016年現在大阪市この花区にある。 学校法人淀の水学院の上山キャンパスとなっており、年に一度、上り明高校の生徒が体幹訓練で訪れるほか、上り明中学の生徒も農業体験で月に一度訪れ中学生が旬の野菜を植えて育てている。学校の前身は、当時の豊野郡東の瀬村に1948年に設置された大阪府立園芸高等学校東。 のせ分校に遡る。当時は地理、交通条件から他地域への通学は困難であり、地元中学校卒業生に高校教育を受ける機会を与える目的で分校が設置された。1948年の分校設置当初は定時制家庭科が開設されたが、2年後の1950年に定時制農業化が併設された。 当初は、東野瀬村立小学校、東野瀬村立中学校の教室や、東野瀬村役場の一室を借りるなどして、授業を行っていたが、1953年12月23日に、現在地に独立校舎が竣工し移転している。1963年には、定時制を廃止し、全日制農業化、家政化へと移行している。また農業化は1972年に、 園芸家へと解消されている。地元中学校の普通科高校進学志望者は、従来、地理的に通学可能な大阪府立科捜学級、高等学校宣言文校に通学するのが一般的だった。しかし、学区制度の変更により、東野瀬村からは、泉玄文校は、学区外となって通学できなくなったため、 普通科を志望する地元中学校卒業者の受け皿として1974年に普通科が設置された。1976年には大阪府立で105番目の高等学校として演芸高校から独立する形で大阪府立城山高等学校が発足した。独立開校と同時に家政科を募集停止とし普通科と演芸科のに学科体制となった。 1994年には日本の高等学校では初めて農業科目有機農業を開校した。2004年に園芸高校への機能統合の方針が発表され、2006年以降生徒の募集を停止した。最終学年の卒業生を出した2008年3月に閉校となった。ありがとうございます。